いきなり世紀6月危機、いきなり世紀行ってまいります。はい、ラーメン社長です。今日はですね、先日出たあのいきなりステーキのあの母体の会社ですね、あのペッパーランチが分社化するというニュースがありますので、それに伴った、まあ経営のねやり方についてちょっとお話ししたいと思うんですね。いきなりステーキはあの去年からですね、もうやばいんじゃないかっていうふうにずっと言われていまして、このコロナがね始まる前から閉店してるんですよ。でもね、そのコロナがまたこれで来てそのまあ閉店してるんですけども、6月1日かなにあの、まあ、分社化すると、あのそのあのペッパーランチをね分社化するというあの発表をしたんですよ。まあ、その内容をちょっと見たらですね、ペッパーランチの中の、 あのペッパーランチ部門はまだね、あの売り上げ立って利益が出てるけど、そこだけをこうやって分社がもぎっと取って、まあ、そっちを運営していきますというような、まあ、そんな話なんですよね。で、まあ、じゃあいきなりステーキどうなんのっていう話なんだけども、まあ、これはね、そのまあ単純にあの見れば簡単に分かる通り、まあ、このいきなりステーキの方だけあのどっかにね売却しようとしてるだと思うんですよね。それ以外考えられないと思うんですよ。あの不採算部門であるいきなりステーキってところをペッパーランチから外せることで、まあ、ペッパーランチがねもうちょっといい会社になって、まあ、これでまたね今資金がこうガーってなってるらしいんで、まあ、それをねこうやって立て直すきっかけにするというふうに考えてるっていうふうに、まあ、単純にそう思いますよね。ただね、この一ノ瀬社長っていうんですけど、あのペッパーランチのね、まあ、一ノ瀬社長僕一回会ったことあるんですけども、まあ、すごいねそのバイタリティが溢れてて、もうこのエネルギッシュなんですね。すんごいもう本当もういきなりステーキガツガツ食ってるようなそんなイメージ。まあ、あの方はそのまあ、ここのねこの南極は何とかしてこの乗り越えるだろうなというふうに僕もね、あのレベル違うけども一経営者としてすごい楽しみに見てるんでね、あのぜひねここをやってほしいなと思う。あの、まあ、これね いきなりステーキが去年ねダメになったっていうところの理由って、これはね事実としてありますんで、まあ、それは何かっていう理由っていうのはもう大きくね言われてるのが、いきなり急激な拡大ですよね。拡大、まあ、これがねあのいきなりステーキが失速してしまった原因だっていうふうに言われてます。最初言う方は、あの僕はねあのフランチャイズ長とか言ったのは6、7年前かな、行った時は本当にもういい感じすごい勢いだったんですけども、まあ、それがね伸びて行き過ぎて、まあ、どっかから失速したと。まあ、これはねその競合的な問題だったり、まあ、スタッフだったりねっていう問題だったり、まあ、もろもろ問題言われますけども、どちらにしてもこれ急激な拡大をしてしまったっていうところが、失敗 の大元だと思うんですよ。あの屏風と一緒で、屏風と商売っていうのはいきなりこう広げすぎるとバタって倒れるんですよね。あの屏風って あのありますよね。あれと同じで、まあ、経営も一緒だと、いきなり広げすぎるとその足元がぐらついて土台がないまま広げてるから、まあ、それがね倒れてしまうというふうに言われているわけなんですね。それをやってしまったんではないかなというふうに僕は思います。で、今日ね結論としても、僕らもねこれであの経営していくじゃないですか。まあ、これからされる方もいれば、もうこれ見てる方もしてる方もいると思うんだけども、まあ、やっぱりねその足元を固めないままにいきなり急激に拡大していって、成功してる人ってなかなかいないと思うんですよ。みんなどっかでその失速しちゃったり、下手したり失敗しちゃったりねしてると思うんで、やっぱりねここっていうのはそのいきなりの急激な拡大ではなくて、着実なねあの、経営方針だったりその営業方法っていう風にやっていかないと、まあ、しかもこれねコロナが終わったここからの時代っていうのは今までの時代と絶対的に違いますから、絶対違う、まあ、この時代をねどうやって生き残るかをいきなりねそのいきなりトップギアで加速していったら、もうこれなんだろう、ちょっとね越してもらったら吹っ飛んじゃいますからっていうのはありますんでね、まあ、ここはやっぱり地道に着実にいきたいというふうに思いますんで、まあ、これがねあの屏風と経営というのはいきなり広げると倒れるっていうところを、まあ、いきなりステーキとね、ちょうどペッパーランチ のニュースも出てきたんで、まあ、これをもとにねちょっとお話できればなと思ってお話いたしました。とはいえね僕はねいきなりステーキ大好きなんですよ実は。で今日ね今日もこれ5月12日ですけど、終わったらねいつも行ってる恵比寿の駅前のねいきなりステーキ行ってくるんですけどね、400グラムを食べに行ってまいりますんで、あとはね一ファンとしても僕はねいきなりステーキをなんとか生き残ってほしいというふうに思っております。このチャンネルではねこういう形でその経営だったりその飲食店とかね役立つものだったり、これからね起業しようとしている方に役に立つような情報を上げていきたいと思いますんで、面白いなと思ったらチャンネル登録とこのLikeボタン押してもらえればなというふうに思います。それでは今日はありがとうございました。いきなりステーキ行ってまいります。ではまた。